君の方は何持ってるもの。私が置いてけ置いてけ、小さくてはどっちも虫。ほい、ということで今回もやっていきたいと思います。ってことでさ、今私は一体何をしてるんだったっけ。この目音の面をつけとるのはあれよね。私は町長のところに行って、でなんか会議を止めて感謝されたみたいな。その後なんかする予定やったっけ。みじんも覚えてないんだが、そこまでは覚えてる。次何する、なんかするつもりやったんかな。でもなんか鍋釜って1階のトイレでなんか髪を欲しがるあの手、あの話をちょこっとしよったような気がするんよね。そのトイレの中から髪を欲しがる手は夜の0時から6時の間やけん、時間が時間があれっすね。ってことは別のやつからしよっかな。そうそう、なんかなんていうんやっけ、サブクエみたいなの思ったよりいっぱいあるよねみたいなことを言ったんよね。私がもうサブクエはなさそうかなみたいな感じになっとったんやけど、意外となんかまだいろいろと出てくるけん、それをやっていきよったんやけど、どうしよう、一回時間初日に戻そうか。初日に戻してさ、多分アンジュとカーフェイのイベントの一部がちょっとできてないところがあって、まあ、全部はちょっとするつもりないんやけど、その一部の部分をちょっとやることによってもらえるものがあるんか、そういうことか。あれよ、初日の夜に爆弾屋さんが誰だったかな、スリのやつに襲われるのを助けるっていうイベントがあったはずなんやけど、私はちょっと時間が過ぎてしまって、そのイベントを、そのイベントはね、クリアしても、クリアというか、見ても民家っても、アンジュとカーフェのイベントはクリアできたけん。そうよ。どれやったっけ？てか、この曲はマジで何出てくるんだ。全くわからんだけど。右、下、右、下。これそのままやったっけ？これで普通に巻き戻るんやったっけ。はい、セーブして最初の朝に戻ります。めっちゃ一生懸命集めたアイテムなくなったんやない。ほら、瓶はあるけど、ちょっと待って、ってことはだ。いや、でもな、もうあれ最終日なんよね。とりあえず、じゃあ、井戸の下のさ、ギブドのところ一旦クリアしてからにする。そんな時間あるかな。とりあえず、そうよね。井戸の下だけでもクリアできればいいんか。井戸の下ってどれぐらいでクリアできるんやろ。でもあの辺ってさ、そっか、井戸の下だけクリアしてもいかんのか。あの一連の流れを全部クリアせんといかん感じか、そのイカワナ地方のやつ。となるとめっちゃかかるよな、多分。魔法の豆、そう、お金もないけんね。そうよ、そうよ。まあ、とりあえず、あれだ、ちょっと待って、戻って、井戸の中行くか。一旦ね。ここの世界線は、そっか、ここの世界線はまだあれやんね。
あの女の子、ここの中よね。あの女の子とお父さんがまだ救われてない世界線か。ギブの能面、なんかあれ、こっちはあれやけど、こっち避けてるな。置いてけ置いてけ、美味しいポリポリできれば5つ置いてけ。でここで、うん、スタート、これで OK ってことですかね。どうぞ。あ、これこれ、我が青春に悔いなし。消えた。で入っていけばいいのかい。あっち側は何、え、凍ったんですけど。え、どこ行った。お前かよ、ビビるやん、やめてくれ。え、なんか凍ってるここ。え、なになになに、これも敵、これ敵、やっつけられる。あ、やっつけれた。なんかちょっといろんなゲームしよったらわけわからんくなってくるんやけどさ、よっ、操作方法が、え、ちょっと待って、壁、え、壁、ちょっと待ってね、ちょっと邪魔なんだけどね、あの空飛ぶコウモリ、え、コウモリは空飛ぶか普通あれ、またおるね、ちょっと後ろからついてくるのやめてもらって。なになになに、キモ、なに、誰、怖、え、え、え、ちょっと待って、なに、誰今の、怖すぎるんだけど。え、意味がわからないです。とりあえずこの井戸の下でじっとしとったらつまみ出されるってこと、なんか謎の手に。やめてよ、置いてけ置いてけ、ピカッと光るのできれば10個置いてけ。何ピカッと光るのって、ピカッと光る、なんだよピカッと光るってえ、ピカッと光るとは、わからん、なければ用はない、帰れ。こっちは、君は、なに、キモいな声、置いてけ置いてけ、取れたてピチピチ置いてけ。魚じゃない、ここ多分魚、多分。もうだいぶ時間経ったけど大丈夫そう。はい、どうぞ。あ、これこれ、我が青春に悔いなし。もう急激にね、置いてけやったのが、あ、これこれ、嬉しそうっすね。でも一回解放したところはずっと解放されたままなんかな。えい、いっぱいいるな。ピカッと光るってなんなんやろ。でもこれってさ、動き続きとったらつまみ出されんかな。ここもなんか二人いる。置いてけ置いてけ、お化け、そんでもってでかいの置いてけ。お化け、お化け、お化け、回復できん、ハートが欲しい。え、なになになに、やめてよ、キモいキモいキモい、やめてって。なんだなんだなんだ、え、じゃあこれ全部、うわー、もう全部やん。真っ黒クロスケ、ハート出せよ、ハート半分減ったんだよ。置いてけ置いてけ、小さくてワシャワシャするやつを、小さくてワシャワシャするやつって何、今の真っ黒クロスケ、小さくてワシャワシャするってなんだ小さくてワシャワシャ、小さくてワシャワシャ、なんだよ小さくてワシャワシャって、全くわかんねえんだけど。なければ用はない、帰れ。待って、両方ないんですけど、どうすればいいの。え、なんかさ、ピカッと光るってのは写し絵の箱持ってないし、この辺のは
毎回毎回もらわんと、その世界線でもらわんとないんや。誠のメガネ、フックショット、ピカッと光る爆弾とかってこと？爆発、ボムチュ、デクノ、デクノ棒、デクノミ、ピカッと光るって目くらましってこと？え、違うかな。いやでも確かにね、あの時なんかめちゃくちゃおるんよね。ってことはだ、こいつらやっつけて、え、多分何回でも復活するよね君ら。あとはこれでやっつけてって、デクの実集めて渡せばいいかな。あと2個、違うかもしれんけど全く違うかもしれんけど、一応ね、なんかいっぱいおるし、目くらましって書いとったけん、ありえなくはないかなと。んで、こっちやったっけ。んで、誰だ、君か。置いてけ、置いてけ。ピカッと光るの、できれば10個置いてけ。あ、11個もある。はい。あ、間違えてなかった。はい。どう？お、やった。あ、これこれ、我が青春に悔いなーし。よかったっす。え、待って、今入った？何今の、コウモリ？今度はなんか炎のやついるんですけど、この辺ハートない？うわ、なんか、あ、もしかして小さくてワシャワシャするやつ虫じゃない？違う？捕まえろ、捕まえろ。びっくりした、なんか青い薬取り出したんかと思った虫を瓶に入れて足入れです、逃がせます。てか青い薬はもう渡したんか、手元もなかったよね。小さな穴に潜り込みます。まあ一応持っておこう。え、青い薬は渡したってことよね。え、渡したんか。なんか最初魚入っとったよね。青い薬は、あ、もしかして私青い薬買ってなくない？買ってないんやないん、これ。だってルピー102あるんやけど。100ルピーで買うんよね。え、絶対買ってないやん、これ。ちょっと。絶対買ってなくない？これ。まあ、いや、とりあえず進むか。ねえ、なに？え、私そんな中通ってきた？全然知らんかったんやけど。くわぁ。あ、一回剣で縛いたらあれなんすね。炎とか、もしかして氷の方も消えるのかな。置いてけ、置いてけ。温まって元気が出るもの、温まって元気が出るってなんだ？温まって元気が出る？何それ、スープとか。で、そんなアイテムあったっけちょっと待って。温まって元気が出る？いや、わからんわからん。なければ用はない。帰れ。ちょっと待って、じゃああっちは？ね、ハートが欲しいんだけど。あ、炎復活しとるやん。あいつ、あれか？松明の炎で復活しとるってこと？置いてけ、置いてけ。ドカーンと10発置いてけ。あ、これ爆弾じゃない？あ、待って。あります、あります、多分。いやー、燃やさないで。あ、ごめんね。ごめんね、しばいた。ドカーンと20あるよ。間違えた。ちょっと待って。間違える。はい、爆弾。どうぞ。あ、これこれ。我が青春に食いなーし。よし。うおー、なんだ、罠か。え、でもこういうところってさ、え？なになに？なんかお化け出てきた。ちょっと待って。やだ。無理。罠邪魔ー。ねえ、縦横無尽に動いてる罠超邪魔ー。そして回復したい。助けてー。え、こんなとこで死にたくないんですけど、私。いっててててて。罠止めてー。これ、弓とかで狙ったらいいんかな。
待って、アネリー、ナリー、ナリー死ぬ、待ってって、いや待てよ、なんでハート置いてないの、こういうとこに、ふざけてんのか、おい、助けてー、どこ、ちょっとえ、ちょっと、え、これさ、オカリナとかでやっつけれん、ちょっと待ってくれよ、ふぅ、てか普通に、え、体力減ってなくない？え、減らないの？いや、たまたまかもしれんよね、そんなの。つらい、つらい。そか、ここに戻ってくるんね。アイテムはもう渡した状態ってことよね。ちょっと待って。あれよ、あれ。あの、え？どこだ？ね、青い薬買っていこうや。もしかして青い薬を買いに行こうみたいなところで終わっとったんかな、前回。なんかそんなような気がしなくもない。でも多分、なくなっとるアイテムはもう渡したってことやと思うけん。青い薬、とりあえずオカリナでもう一回、あの地点に戻りますか。ねえ、回復したいんだけど。いや、でも時間の無駄やな。とりあえず進むか。でもこのまんま行ったらまたさ、あれよね。これでゆっくり行くか。結局ゆっくりじゃないけど。君は何なんやったっけ？元気が出る青いもの。あ、君か。君ですね。元気が出る青いもの。じゃ、とりあえず渡しておくわ。どうぞ。こっちはこっちで別のところに入るってことかな。あ、これこれ。我が青春に悔いなし。よかったっす。入るね。え？びっくりした。敵かと思った。やめてよ。で、ここは何があるの？え、なんもなくない？火を灯すんか？あ、ここに火つけて何になるんやろ。全くわからんけど、普通のに切り替えよう。ん？なんか、デクバナがありますね。ジャンプして進んでいくってことかな。え？普通に通ったけどいい。え、なんかデクバナ咲くんだけど。何あれ。ここも2箇所ある。置いてけ、置いてけ。H2O 置いてけ。H2O?H、水？水よね。さっきのところで水を汲んでこいってこと？ちょっと待って。もう先に言って。お前ちょっとあっちからさ、大声で伝えて。空き瓶セットしてるね。オッケー。痛い。痛いって。痛いって。あ、違う。はい、水入れました。泉の水を瓶に入れた。水を欲しがっているものにシーで使ってみよう。オッケー。君だね、水。汲んどいでよ、自分で。はい、どうぞ。あ、これこれ、我が青春に悔いなし。水ぐらいでそんなに喜んでくれるのね。これ一番奥のあの丸いところになんかあるんかな。え、なにこれ。え、見えない壁。
なんか壁がある、入れないんだけど、どういう状態？まあいいや、進もう。何？怖い。もうとりあえず、なんか今現れたよね。てか置いてけ置いてけ、小さくてわしは虫、虫だよ。さっきのところのもしかして氷の壁とかそういうことかな。炎で溶かせる？待って、虫、君の方は何？持ってるもの？私が置いてけ置いてけ、小さくてわる、え、どっちも虫どっちも虫、逃がしたんだよ。